しょうがない。いえ、ごめんなさい、すみません。やってください、すみません。何にしようかな。生レモンサワーもらって。生レモンサワー。すみません。塩が縁に回ってますけど。全然大丈夫。それでじゃあお願いします。レモンサワーをお願いします。あ、もういきなりすみません。見せてもらって。綺麗ですね。鮮度が。え？鮮度がいいか。あ、なるほど。そうですね。いつ朝しろ、まあ、そうですね、まあ、朝というか未明ぐらいにして、未明ぐらいに締めて持ってきてもらって、昼に全部内臓を抜いて、冷蔵庫で冷やし込んで、ちょうどオープンから冷凍ぐらいの時が美味しくなるよという感じにはしてますけどね。あ、ありがとうございます。すいません。あ、ありがとうございます。すいません。あ、いただきます。すいません。塩、生、レモン。投資ですね、そう。そうなんですよ。今日はね、ほうれん草の煮浸しか、あ、はい、あとはちょっと鶏の軟骨だとか内臓を山椒でこう甘辛く炊いたのがあって、まあ、どちらがいいかなという感じですね。ほうれん草の煮浸し、あの、油揚げと、あ、はい、煮てこう、まあ、浸して冷やし込んだ感じのものか、鶏のもつ、鶏の内臓とか軟骨をちょっと甘辛く、はい、まあ、山椒ベースで炊いた甘露煮みたいな感じですね。2種類初めてです、ね。あ、まあ、今日はたまたまそれがある。あ、そうなんですか。はい、いや、甘露煮を食べ、すいません、あの、炊いたやつ。あ、炊いたやつ、ね、はい、はい、すいません、はい、しちゃいます。いえいえ、すいません。お通し、どうぞ。はい、いただきます。すいません。いつもは2種類ってわけじゃないですよね、お通し。まあ、その時によって3種類あったり、まあ、1種類しかなくて、こう選ぶあれもない。これは毎回なわけじゃない。毎回なわけじゃないです。割と多いですね。頻度が多いかもしれない。おいしい。でも何の部位かが硬かったら、なんかこれいろいろ軟骨とレバーとか、なんかいろいろ、なんかね、要はあの余り物ちゃおかしいんですけど、いやいや全然、はい、いわゆるその内臓 の、はい、あの切れ端だとか、さっきに成形したところの切れ端だとか、はいはい、軟骨なんかをなんかこうごっちゃ煮にし て、 にして、でまあ甘辛く、はい、で山椒で最後炊いた感じで、はい、まあ、佃煮のような、あ、はい、おいしけのような、はい、つまみに、まあ、お酒のつまみに、はい、ここは何ていう部分なの？ここはいわゆるせせりですね。あ、せせり。せせりの上の部分ですね。でもそこだけしか取れないですね、やっぱせせり。で、裏と表が、あ、今、裏を取って、はい、で、今表、うなじの方で、こっちがこっちの方ですね。で、こう横を、
と取れるんで。あ、縛ってますけど、油がね、乗ってますので、はい、この刺身で。あ、あ、首肉刺身。そうですね、首肉刺し、せせり刺し。わ、どうしよう、刺身かも、この皮張りもも焼きか。じゃあ最初、刺身の盛り合わせ頼んでいいですか。すいません、あの、2人頼んごと。お品書きは2人前なんですけど、はい、あ、いいですか。すいません、ありがとうございます。すいません。ひろこさん、刺身盛り合わせ1人前で。緊張してもらえない。いえ、ごめんなさい。すいません。ハイボール1杯ぐらい。やってください。すいません。ありがとうございます。すみません。あ、すみません。こちらから胸、ね、ささみ、もも、せせりです。はい。ささみお塩持ってますので、お醤油つけずに少し入れて、はい。はい。早めにね。はい。ありがとうございます。すみません。炙り、なんかほら、たたきみたいなの、ももとかありますけど、そうですね。なかなかないですよね。なんか。あ、もう本当になるんですね。はい。ささみが塩で。ささみは塩が乗ってるんで、わさび塩で、はい、わさび塩食べると美味しいと思います、ね、ありがとうございます。じゃあわさび塩でいただきます。んおいしい。すみません、これも胸ですよね、はい。全く臭くないですね。なんでしょうね。まあ、鮮度と、まあ、処理と、あ、はい、はい、まあ、それは、いや、すごい、食ったことないな。僕も九州なんで、なんかよく鶏の刺身とかあるじゃないですか。九州はどこ？僕、佐賀県なんですよ。まあ、じゃあ、そうね。そうそうそう、なんか、あの、ちょっと甘い醤油。そうそう、そうです、そうです。まあ、ちょっとしたスーパーでも何でも刺身ね、砂肝の刺身で売ってますもんね。ああ、そうですね。じゃあ、台は結構大きいですか、もも焼き。そうですね、あの大きさでいくと、はい、台がこの骨を抜いた8枚分、小 は、 はい、はこんな感じ、こっからこっち。あ、でもどうぞ、どう、小で、小で、すいません、もも小です。最初五反田でやられてたんですか。そうそうです。で、こっちに来たのは、こっちに来たのはちょっと、もう海の近くに。あ、五反田は、で、その何年も前。五反田は、この間16周年だから。あ、16周年。こちらは、こっちは9年とか8年とか、そんなもんだと思います。五反田は全部、あ、ほとんど一緒なんですか、メニュー。もう向こうは鳥しかないです。こっちはいろいろやってますけど、向こうはもっと、限られたメニューというか。あ、そうなんですか。まあ、市場でね、やってますから。まあ、そうですよね。量の高は別にして、種類はね、全部ありますからね。なんで鳥料理だったんですか、いろいろジャンルあるの。もともと鳥が、たまたま僕通った店が、はい、鳥料理の店があって、で、そこで、なんだろう、修行させてもらって。あ、そうなんです。あ、自分は最初別に料理人とか食べるのが好きで。そうですね、やっぱり昔からお店屋さんなんかやりたいなと思ったんですけど、はい、まあ、
生時代バーテンやってるとか。あ、でもなんかと思った時に、そのいつも行った料理屋さんがいつももう賑やかしてて、賑やかで、まあ、この目の前でさばいてるっていうのは、はいはい、まあ、美味しいし、よかったです。そこに教えてくださいって、はい、で30、結構遅かったですね。それまではあ バーテン、え、ないろんなこと。それまでは、あの、まあ、会社員でした。あ、へえ。だから、まあ、まあ仕事終わってじゃあちょっとそこに。そうですね、飲み食いが好きだったんで、その中でも、あ、この店いいなと思ったんで、で見ててそこでちょっと教わった。そうですね、あの、まあ、3年ぐらいだったんですよ。免許が、そういう免許があるんですよ。鳥をさばいていいよっていう人が。あ、そうなんですか。まあ、それを取って鳥のさばいていい免許、それなんか誰か試験とか、まあまあなんかいろいろ試験っていうのはほぼないんですけど、はい、それはずっとあの修行して、あ、その修行先の免許を持ってる人が、よし試験受けていいよっていう期間がありまして、まあ、鳥料理屋の免許じゃなくて、いわゆるその養鶏場とか、あ、それを管理するようなメニューなんですね、はいはい、午後ショーお願いします。はい、ありがとうございます。あ、そのまんまですね。はい、はい、いただきます。すいません。あ、ちょっと、いや、嘘みたいに初めてですね、こんなや、いや、ごめんなさい、なんか柔らかいの、これ酢醤油ですか。そうですね、ニンニクとネギと、ちょっと酢のきつい酢醤油、やっぱりします、ね、うん、いや、本当美味しいです。ちょっとびっくりしました。これが、いや、本当にタレも絶妙に美味しいですね。大でよかったですね。え、最初は五反田でそのお店やって、今もう葉山はだからお店オープン8年9年ぐらいだったと思います。どうなんですか、葉山住んで。まあ落ち着いて。あ、そうですか、はい、やっぱ海も、まあ、あまり来ないですけど。あ、まあ、でも海も近いし。まあそうですよね、まあ、まあいいんじゃないですかね、ゆっくりと。まあそうですよね、ある程度馬車の間じゃなくてちょっと余裕だから。最初僕も10年ぐらいなかなか来る機会がないんで、海とか来るのも久々だったんですけど、やっぱりなんか来て久々海見たからかなんかぼーっとしちゃいましたもんね。なんか時間の流れがゆっくりっていうか、なんかね、東京でずっといたら、あ、もう何時だみたいなのもありますけど、なんか、え、もうこんな時間経ってたと思って。そう、だからすみません、ちょっと遅刻しちゃったんですけど。駅もないしね。いやいや、そうなんですよね。じゃあ、お疲れ様。すみません、またあの、あれですけど。すみません。こっち。よいしょ。いや、美味しいな。こんな柔らかい鶏を多分生まれて初めて食べたんじゃないかと思う。これで、ほらちょっとね、マスターも、いや、職人かたぎの方で非常に美味しかったです。なかなか来る機会ないから今日は2品鶏刺しと桃焼きいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。
よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。